はい、いつもありがとうございます。昨日、6箱、スターウォーズのジャーニートゥーラストジェダイですね、こちらメンさんからご依頼を受けて、半分開けたんですけど、そのもう半分ですね、あの昨日プレートオートね、最後の方に出たんですけど、撃沈してしまいまして、ご自身で開ける気力がなくなってしまったらしいということで、店長開けてくださいということでね、で今、6箱ちょっと上にレギュラーカードをケースに入れてあるんでちょっと出して、で残り半分よいしょ、はい、じゃあ、残りのね半分コースね、7番から12番ですね、で半分ずつよいしょ開けて、はい、じゃあ、後半ということで7番からですね。はい、よろしくお願いします。でもサイン的には99シリが2つと101のプレートとで、その間がまだ出てないという点と、スケッチカードがまだ1枚というとこですね。ですので、50シリのサインあったかな、25シリもあったし10シリもあったのかな、確かね。なのでまだ、希望の光は、はい、まだ見えていますね。よいしょ。まあでもどうでしょう。わかんないですよ、スターウォーズ。もう来るときポーン来ますからね。はい、昨日半分6箱開けた、その続きです。7箱目から、12箱6箱連続ですね。で開封している商品はスターウォーズのジャーニートゥーザーラストジェダイですね。ジャーニートゥースターウォーズラストジェダイですね。で今、7000円台でホームページの方で販売しております。ホームページの方を新しくリニューアルしました。10年ちょいぐらい、古いシステムでずっと使ってたんですけど、ちょっと思い切ってリニューアルしました。店長自分で作りました。はい、まあでもね、非常に楽です。お客様もそんなにストレスね、今まで使い慣れてる方はちょっとあれかもしれないですけどね、まあ、うん、いいんじゃないでしょうか。よいしょ、よいしょ。はい、じゃあ、これが7箱目です。よいしょ。じゃあいきます。ワンボックスに2ヒットですね。サインは1枚必ず出ます。んオレンジ、オレンジは50シリ、あこれいいですね。レイが半ベソの、はい、状態ですね。サインが1枚プラスもう1ヒットはバッチかスケッチかプレートかという感じです。欧米かと言おうと思ったんですけど古そうなんでやめました。よいしょ。もうね、こうやって見ていくだけで全然、はい、見分けがつくカードなんで大丈夫です。
あ、はい、バッチの、これは金かな、うん、R2D2 です。このね、金の枠のところが白だとノーマル。これは25シリ6番。25枚限定ですね。バッチです。でもまあ R2D2 だったら、ありでしょう。はい。これで、バッチのシリアルは2つですね。昨日50シリだったかな。で、このジャーニー2は3ヒットある場合もあります。よいしょ。これ199。昨日サイン2枚の箱がありましたよね。稀にあります。2ヒットと、あ、サイン出た。あ、サインがまだか。あ、そっか。サインがまだでしたね。あ、昨日これ、プレートオートでした。この方です。多分、1,2,3に出てたかな。パドメのお付きの人ですかね。うん、なんか随分引きの写真なんでしょうね。ぼやけてます、写真も。はい。サインカードとバッチでした。そうだ。わ、人だぞ。勘違いしてた。サインは必ず1枚出ます。プラスもワンヒットです。自分で言っといて忘れた。はい、枠も黄緑色ですので、ノーマルのアウトです。はい。で、8番目。で、今ちょっともう在庫なくなっちゃったんですけど、水曜日日曜また来る予定です。よいしょ。あとはテックと普通のラストジェダイがよく売れてますね。うん。まあこの値段だったら全然ありだと思います。パーソナルブレイクでお客様よりご依頼を受けて、店長が代わりに開封している、ね、パーソナルブレイクと言います。普通にご注文いただいて、備考欄か、書き込むところに、パーソナルブレイクでお願いしますと、記載してご注文いただければ、店長の空き時間で、開封してね、動画を YouTube にアップするという、景色ができます。商品はこれ開封したら発送したり、店頭引き取りとかも可能ですので、ぜひ、ご利用ください。ただ、忙しい時はあんまりできないんでね、時間ある時にやります。ワンパック系です。はい。じゃあこれが6、7、8番目ですね。8箱目。慣れてきます。こんな感じで見ていくだけで十分わかります。まあパラレルが入っててその次がインサートね、だいたい一緒に入ってますんでね、連続してね、ここね、そこだけ見ておけば50シリ。あ、これもハリソン・フォードとね、レイ映ってますね。よいしょ。これもいい、かっこいいインサートです。
199ですね。バッジがまだないね。バッジもスケッチもまだないね。あ、はい。お、これは金オートっぽいです。やっぱね、ワンオブワンで終わりじゃないですよ。ね、25とか10の金とかありますか。でも誰でしょう。いきます。せーの、ほい。お、ファズマの金。おお、ありでしょう。6の10です。おお、これありですね。キャプテンファズマの金オート。おめでとうございます。希望はありました。光は残ってました。ね。まあ、スターズこんなもんですよね。はい。来るときポーンと来ます。はい。ただそこまでの、プロセスが非常に大事です。あ、サイン来た。グリード君、ミスターチュインです。この消しゴムのような頭、かっこいいですね。はい。サイン2枚出ました。ファズマとグリード。一応2ヒットです。ただこの後もう1枚スケッチが来たりする場合もあります。どうかな？ないか。はい。サイン2枚バージョンでした。ですので、まあね、この値段でサイン2枚。このケース2つ目ですね。サイン2枚バージョンね。グリードとファズマの金です。ありでございます。おめでとうございます。はい。で、ね、グリード君もゲットしたことですし、これで心置きなく、はい。チューインですね。はい、9箱目です。一応これね、ハンソロー、ハリソン・フォードとか、あと、レイとかもいますし、まあ、サインのメンバーはまあ悪くはないです。まあ全然いいと思います。ただアニメがあったりする感じですので、まあでも出なくはないですからね。ちょっと昨日開封したのはちょっと前半アニメ多かったですけど、今日は全員実写の方です。そんなに悪くはないと思います。ただ必ずサインって考えると、オンカードのテックの方が、というところもあります。ただまあ、スケッチがあったり、ということを考えると、こっちもありかなというところですね。アズマもちょうどこのジャーニーというぐらいから書き始めていると思います。確か。うん。初オートのブランドかはちょっとわかんないな。でもこのジャーニーというぐらいからアズマが入ったような気がします。テックは確かいなかったと思います。いいっすね、ファズマね。いや、金オートですよ。この間は、マーク・ハミル金オートですよね。でも悪くないですよ。うん、よいしょ。はい、じゃあ行きます。これが9箱目。50シリ。あ、これもいいですね。かっこいい。
バッチがない。バッチが今んとこないですね。ん、スケッチだけどどうでしょう。フレームトルーパーかなと思います。はい、サインこういう方ですね。はい、フレームトルーパーのスケッチで、これで2枚目です。はい、199で、はい、スケッチです。ん、スケッチで、あ、バッチがなくてスケッチとサインのパターンです。で、オレンジなのでこれ 25? シリアル50? どっちだろう、わかんないですね。でもなんかちょっとなんか、うん、どんな感じでしょうね。大でしょうね。はい、行きますよ。はい。おお、ジャバザハットだ。はい。ジャバのオレンジですね。これ何シリだ?あ、25です。14の25。だから11のオートと、10シリのオートと、25シリのオートと、99が2枚ですね。今、パラレルね。で、まあ、ジャバだったら全然ありじゃないですか。はい。まあ、悪くないですよね。うん。スケッチとオートでした。はい。で、まだ3箱もあります。あったあった。はい、ちょっと指引っ掛けちゃいました。はい、で10番目、はい、まだ3箱あります。スケッチは今合計で2枚ですね。スケッチ2枚、シリアル入り音が99、2つ、25、10、1、5枚シリアル音が出てます。9箱8箱か。もういいですね、上出来です。いや、この値段だったら全然買いですよ。あー、ちょっと前に。まっちゃん。うん。30分前ぐらいかな。あ、ルミネンスでしたっけ。録画で撮ってアップするっていう。ちょっと待ってくださいね。135ですね。で、ちょっとお手間なんですけど、
ネットからやってます。うちのホームページ。スマホでできます？スマホで。あ、大丈夫ですよ。これライブ中じゃないんで。あ、はい、払っときます。あ、じゃああとちょっと4パックぐらい全部開けてから。はい、じゃあこれが10箱目ですね。お待たせしました。ちょっとポジションが、はい、50シリ。あ、これもヨーダとルークですね。バッチないぞ、まだ。お、スケッチです。3枚目だけどこれすごそうね。せーの、はい。おー、アーティックな感じはい、ダニーさん、ダニー・キッドウェルさん、ダニー・キッドウェルさん、おお、いいですね。おお、かっこいいですね、こういうのね。ヒーローものじゃないですか。はい、スケッチが3枚ですね。199ですね。で199、ステッカーがルークですね。うん、これがサインです。大将、はい、せーの、ほい。あー、はい提督系ですね。ベン・ダニエルさん、通常音です。よいしょ。はい。ですので、サインとスケッチでした。これで、スケッチが3ですね。このままいくとサインカードも多分14枚じゃないですか。サイン2つありましたもんね。ワンケース、本来12のところが14ですね。まあ、こういうのがあるんで、このジャーニー2はまあ、うん、じゃあまあまあおすすめしてます。スケッチの程度もそんなにね、最低基準は結構なんかしっかりしてるような気がしますぐらいですけど、他
他の、ね、商品と比べるとという感じです。まあまあおすすめなブランドです。これが11箱ですね。あと11箱目と12箱目。あ、どうもいらっしゃいませ。あともう一枚スケッチでも出れば対象じゃないですかね。だいたい3か4ぐらいという感じです。3ヒットパターンまだないですけど、2ヒットオートね、2枚ともサインっていうのが2つありました。はい、11箱目。はい、25シリですね。ミレニアムファルコン。25シリ。バッチがない。まだね。あ、バッチ来ちゃった。はい、さっき25シリでしたね。R2D2 ノーマルですね、今度。で、サインが1個出てくる。199。199。あ、これだ。色ついてますね。99シリです。3枚目。佐藤さん。佐藤淳さん。へぇー。はい。役名、ね。日本名のアニメのキャラですね。佐藤淳さん。いそうですね。はい。99シリが3つ目ですね。なので、半分がシリアル入りのサインですよね。そう考えるとまあありですよね。まあテックでも5、6、うん、4、5ぐらいはシリアル入り出ますからね。はい、でこれで最後です。結局ダメだと思ってた後半の6箱の方が良かったんじゃないか説が、はい、いや後半の方が良かったですね。まあそんなもんですよね。ワンオブワン出てね、ああもういいやっていう感じでもね、こういうのは普通にありますか。そんなもんです。同じようなパターンをもう何度も見てます。
はい、12箱目ですね。よいしょ。はい、あと3パック。よいしょ。はい、これで最後ですね。はい、じゃあ行きます。まず199。レイのステッカーですね。月バッチ。お、レイの色付き。はい。18-99。まあ、ありですね、これね。あともう一個が何か、あ、サインか。サインは一個出るんでね。よいしょ。じゃあ、スケッチャー3かな。どうでしょうね。オッズオーバーもあるんで。ん、サイン。パープルだ。よく出ました。パープル4枚目。はい、せーの、ほい。うん。はい。これ、ローグワンじゃないか。7、8、ん。どっちだったかな。はい。6-99ですね。99が結局4枚と25シリと10シリと、ワンオーバーのプレートオートでしたね。なので半分はもうシリアル入りオートということでした。もうワンヒットあると、あ、25シリ。これでローグワンのね、あ、そうですね。もうワンヒットねえかな。どうでしょう。ないかな。よいしょ。うん。うん。ルークで締めました。はい。ということでした。はい。まあ、今日後半の6箱、ほぼ期待していなかった6箱ということですけど、スケッチもまあ2枚出て、色付きオートをね、ジャバが出ました。これが25シリ。もう一個、スケッチが出たので、合計3枚ですね。で、ミスターチュイン、グリーン、ひとく。で、キーパーファズマでした。ねえ。いいっすね。昨日の前半より全然後半の方がいいです。はい、という感じでしたね。あと、まあ、パープルオートが4つとバッチといろいろ出ましたっていう感じでした。はい、ジャメンさんありがとうございます。またよろしくお願いします。ジャーニーとは、多分また水曜日以降入ってくると思います。はい、またよろしくお願いします。